まず地方からいろんなことを発信したいと思ってたんですが、世の中にないものだったらどこからでも発信できると思って、まあ、開発をしようと思っております。このカメラは1999年、自分でカメラが作れないかなと思いまして、木で作ったカメラです。特徴は電気は一切使いませんので、フィルムを入れまして、まあ、シャッター切るんですが、現像結果が待ち遠しくなるという、全部自分の責任で綺麗に映るかどうかは、現像結果を見て判断するというようなカメラになってます。写真をセットします。ハンドルを回します。これは、リコーさんの、360度のカメラなんですが、このレンズが2つついてまして、非常に変わった形をしております。ケースがなかったもんで、私がこう使うときにケースがこんなのあったらいいなというので作りました。出っ張った、レンズ同じように出っ張ってまして、ここに収納をします。で、名前をさやと言いまして、首からかけまして、撮りたいときにこういうふうに出してシャッターをピュッと押すと、でまた撮ったらさやのようにこう収納すると、そういう意味でさやという名前にしました。他の人と被らないように、まあ競争しなくていいように、世の中にないものをうまく見つけて、ニッチな市場しかないかもしれませんけど、そのニッチな市場が、まあ、2つ3つ4つ集まれば少し大きな市場になるかなと思っております。